アイドラムスター SP は、バンダイナムコゲームスが2008年7月に発表し、2009年2月19日に発売された、プレイステーションポータブル用育成シミュレーションゲーム。日本ゲーム大賞2008フューチャー部門受賞。PSP The Best 版は UMD では2010年1月28日に、プレイステーションストアからのダウンロードでは、 同年10月28日に発売された。本作での目玉は、新規書き下ろしストーリーと、新キャラクターにより物語性を重視した、ストーリープロデュースモードであると言える。またこれまでのアーケード版や Xbox 360版とは、異なる改変がなされており、正当シリーズ中最新のシステムとなる。ストーリープロデュースモードでは、 各アイドルが様々な理由でアイドルアルティメイトの優勝を目指す姿が描かれており、登場する新たなライバルキャラクターと優勝をめぐり講師にわたり争うことになる。アーケード版や XBOX360 版と同じくそれぞれの時間軸のつながりは設定されていない。なお、アイドルマスターディアリースターズの作中でも本作の中心イベントである IU に関する言及が あるが、こちらも、時間軸のつながりは、全くない。ゲームにおける、プレイヤーの目標は、アーケード版、XBOX360 版同様、芸能事務所、765プロダクションの、プロデューサーとして、ところぞくアイドルたちを、トップアイドルに育て上げることではあるが、ストーリープロデュースでは、これまでの作品よりも担当アイドルとのコミュニケーションの、比重が大きく、 ストーリープロデュースでもフリープロデュースでもプロデュースできるのは一人ずつソロユニット限定となる。また新たにストーリープロデュースにはライバル事務所となる961プロダクションに所属する新キャラクターのガナハ京と史上京都が登場し XBOX360 版のキャラクター星井美希も765プロダクションから961 プロダクションに移籍してしまい、この3人がプロジェクトフェアリーとしてライバルキャラクターとなる。初期キャラクター9人にミキと新キャラクター2人を合わせた3人プラス1人の4人の異なるストーリーが描かれる3バージョンでの展開となる。また2012年10月25日には同じ PSP ソフトとしてアイドルマスターシャイニーフェスタも 本作と同じで3パッケージで発売されたが、ガナハ京都史キ清トと、星井美希が765プロアイドルとして追加されているためメンバーの組み合わせは本作とは異なる。各バージョンと参加キャラクターの組み合わせは次の通り。本作でのゲーム進行は大別して、ストーリープロデュースとフリープロデュースに分かれる。ストーリープロデュースでは、 アーケード版同様にランクアップリミットが設定されている。ランクアップリミットの使用は指定の活動集までに一定数のファンを獲得した上で IU 予選を通過するとなっており、ランクアップリミットまでにランクアップができなかった、あるいは IU オーディションで不合格になるとリトライの選択となる。リトライ時は特定のタイミングまで時間が戻った上で思い出ファン人数、 イメージレベルにボーナスが加わる救済措置が取られリトライしない場合はその時点までの最終評価が下されそのプロデュースは終了となるフリープロデュースではランクアップリミットの設定はなくどのように進めても52集計過後引退コンサートを行って終了となるメールのチェックアイドルとの挨拶アイドルとの約束流行の確認スケジューリングスケジュールの 実行アイドルランク報告ファンからのプレゼント、確認 SP での新規要素として、様々な約束を求められる約束システムが搭載された。約束を守ると何らかのボーナスが得られ、約束を破ると大きなペナルティが課される。ただし一部を除き、約束をしないことも可能である。約束をしなかった時のペナルティは皆無あるいは微小なものである。本作では、 レッスンが回数制ではなく制限時間制になった。そのため制限時間内にたくさんノルマをこなせば、レッスンの成果が上がるようになったので、コツをつかめば、パーフェクトレッスン狙いも用意。また、通常のレッスンの他に、アイドルに自主レッスンさせる、セルフレッスンが追加され、指定した時間までアイドルに自主レッスンさせることが可能となった。セルフレッスンでは、 指定時間まで PSP の電源をスリープモードで落とし、指定時間にスリープモードから復帰させ、その指定時間と実際に復帰させた時間の差によって評価が決まる。その他は細かい点を除けばアーケード版と基本的には変わりはない。各レッスンの詳細は以下の通り、オーディションの進行にアイドル自身に任せるセルフオーディションが追加された。 なおオーディションの種類はアーケード版と同じ形になっており、特別オーディションもアーケード版と同じ9つしか存在しない。アーケード版および XBOX360 版では同時アピール数の制限はユニットの構成人数となっていたが、本作ではプロデューサーランクが上がると同時アピール数の上限が増えるようになっている。 ちなみにオーディション中のアピールパネルの配列がアーケード版の仕様に戻っているほか、XBOX360 版と違ってボタンの位置関係が思い出パネルも含めて画面上の位置関係と一致している。通常のオーディションのほか、ストーリープロデュースでは以下の特殊なオーディションが存在する。IU 決勝以外でライバルが参加する場合、思い出で、 バッドアピールを行うことがない上に必ず満点となる仕様となっているため参加者数合格枠数ともに実質マイナス1となるアドホックモードを利用して3人までのプレイヤーとのセッションが楽しめるシステムアドホックモードの各チャンネルごとに用意された事務所に各プレイヤーが選択したアイドルが表示され挨拶などのコミュニケーションやオーディション対決 アクセサリ交換、名刺交換などが行える。765プロアイドルだけではなく、一定の条件を満たせば961プロアイドルも選択することができる。その他、XBOX360 版からの変更点は以下の通り。また、アーケード版に存在していて、XBOX360 版で削除された、いくつかの要素が復活している。そのため、 フリープロデュースは XBOX360 よりは明け版の移植に近いと言える。ザ・アイドルマスターの登場人物を参照。バンダイナムコゲームズはザ・アイドラムスター SP の発売にあたり複数のキャンペーンを展開した。本ゲームを発売前にプレイできる私有代が2008年10月9日から12日には 東京ゲームショー2008のバンダイナムコゲームスブースとソニーコンピュータエンタテインメントブースに2008年11月24日には TBK アニメ祭り2008の横浜ニュースハーバー会場にそれぞれ設置された2008年10月16日より予約キャンペーンが開始された予約者には購入時の予約特典として 数量限定のオールスターアイドルサイン入り記世界ジャケットが添付された。全6枚のジャケットには表と裏計12面にゲームで登場する765プロと961プロの全12人のキャラクター画像とキャラクタープロフィールが描かれており、パーフェクトさん、ミッシングムーン、ワンダリングスターのいずれを予約しても同じ6枚のジャケットが添付された。 また、2009年に発売予定のトレーディングカードゲームの先行限定カードもプレゼントされた。PSP インターネットオフィシャルサイトで以下の PSP をカスタムテーマ4点と壁紙12枚が4回に分けて配信され、その後2009年2月16日から2009年2月28日までの間、全16アイテムのアンコール配信が行われた。 パーフェクトさん、ワンダリングスター、ミッシングムーンそれぞれの初回出荷分に、XBOX360 版アイドルマスター及びザ、アイドラム、スターライブフォーユーでダウンロードコンテンツとして提供された、エクステンド衣装、スクールウェアの本ゲーム版を、プレイステーションストアから無料ダウンロードできる、プロダクトコードが封入された。なお、 PSP ザベスト版にも先着封入特典があり、パーフェクトさんでは、オーバーマスターと、カタログ11号に含まれた、トナカイの角ワンダリングスターでは同じく、オーバーマスターと、L4U で登場した、パンキッシュシール、ミッシングムーンでは、オーバーマスターと、カタログ10号で配信された、花冠が、無料で、ダウンロードできるコードが封入される。なお、 オーバーマスターとパンキッシュシールはカタログ12号に含まれている。ドア上、ステッカー駅張りポスター発売にあたり、駅張りのポスターが主要駅に2009年2月13日から2月19日の間掲示された。ドア上ツインステッカーこれも本作の発売時期に合わせ、これらの地区の主要路線を走る列車のドア窓の上部に掲示された。セガが発売している。 初音ミク、プロジェクトディーバーセカンドとのコラボレーションとして、2010年10月28日より、以下のアイテムが、プレイステーションストアで配信されている。これらは、初音ミク、プロジェクトディーバーセカンドのダウンロードコンテンツとなっている。XBOX 360版やザ h e ドラム、スターライブフォーユーと同様、本作品でも、ダウンロードコンテンツによるアイテムや、 楽曲の配信が実施される。DLC は、PlayStation Store を介して提供されるため、PlayStation トワークアカウントの取得と、その時点での最新のシステムソフトウェアが必要となる。なおゲーム中から、PlayStation Store を呼び出して利用するメカニズムを実装しているのは、本作が最初だとされている。本作のダウンロードコンテンツは、以下の要素で構成されている。 アイテムによっては961プロダクションのアイドルが事務所モードで使用することも可能。なお、XBOX360 版からの再録アイテムの中には名称が変更されているものも存在する。第6号までは新作エクステンド衣装とアクセサリーのデザインを外部の作家が担当。第7号第9号では電撃魔王主催でデザインの一般公募が行われた。 以下の配信日は公式及び、XMB 内のプレイステーションストアでのものだが、実際には、ゲーム内のメニューでは、前日の昼12時頃から配信されている。またこの他に、第7号配信以降、第12号までに、各号の新作アイテム5点の購入特典として、プチマス、のキャラクターを模したアクセサリーが毎号1一つずつ、用意された。このか以下のものには、 特典として対応するアイテムを無料でダウンロードできるプロダクトコードが同梱されている。ダウンロードコンテンツ各アイテムの料金は以下の通り。なお衣装、アクセサリーアイドラについては12号収録分までのものは2010年7月に値下げが行われた。ザ・アイドラムスター SP のサウンドトラックとしてマスタースペシャルシリーズがコロンビアミュージックエンタテインメントより リリースされている。マスタースペシャル765とマスタースペシャル961には CD のみの通常版と DVD 付きの限定版があり、また両 CD 同時購入特典として先着でミニのぼりとイベント応募はがきがメーカー特典としてプレゼントされた。なお、2008年11月21日から2008年12月3日までの期間限定で 両楽曲のゲームバージョンが携帯サイトであるアニメロミックスアニメロ歌において着歌として無料配信された。マスタースペシャル01から06では各作品に二人のアイドルが登場し、新曲は各アイドルがソロで歌う曲の他に全タイトル共通のデュエット曲 LOBM 作詞 MBG 作曲 NBG が収録される。なお、 カバー曲は、ザアイドラム、スターマスタースペシャル、リクエストスペシャルマイナスと題して公募されている。2009年3月4日、発売通常版、ISBN978 から4から06から38万31から9、限定版、ISBN978 から4から06から36万2134から1、2009年10月2日、 発売通常版 ISBN。ISBN 978から4から06から38万71から5。限定版 ISBN。ISBN 978から4から06から36万4802から72010年6月4日。発売通常版。ISBN 978から4から06から38万111から8。8限定版 ISBN。定版 ISBN 978から4から06から362,163から12011年3月4日発売通常版 ISBN 978から4から06から3 8 1四4 1から5限定版 ISBN 978から4から06から364,852から日本作はシステムソフトウェアのバージョンとして点零五以上 要求しており、これは本作発売時点で最新のものとなっていた。そのため初回起動時にはまずシステムソフトウェアのアップデートを要求されるで、すでにアップデートしている場合を除く。なお戦術したように、プレイステーションストアへのアクセスのために最新バージョンのシステムソフトウェアが必要になるため、定期的に最新のアップデートをチェックし、適用するべきである。 ありがとうございます。